幽霊船は、おさらぎ次郎の小説である。1956年に、朝日新聞で連載された。本校ではそれを原作にした日本映画とドラマ化作品である、海の次郎丸についても合わせて扱う。1956年に、朝日新聞で連載された少年向けの時代小説である。全324回。小説の差し絵は、画家。 田代光が担当した。室町時代後期から戦国時代への混乱期を舞台に先導の父と母を亡くした少年二郎丸の活躍を描く。1957年に映画化され、1967年には海の二郎丸のタイトルでテレビドラマ化もされた。このほか田代による小説の差し絵を収録した画集が上下巻で出ている。 応人の乱の後の戦乱で先導の父と母を亡くした二郎丸は侍になることを夢見て、おじ、五郎太夫のつてを頼り、飼い犬の白を連れて刑にやってきた。その頃刑は、足利将軍家に代わって松永男女が実権を握り、悪性により人々は虐げられていた。おじの館に向かう途中で、二郎丸は男女の悪性を良しとしない雪姫と様の助に出会う。 そして、おじが男女と結託している悪徳商人だという話を聞き、それが事実だと知るのだった。映画化作品。1957年9月15日に、前編の幽霊戦度当編が、同年の9月23日に幽霊戦後編が公開された。侍を夢見て刑にやってきた少年の冒険活劇。配給、制作は同栄。後に、 幽霊戦前編、幽霊戦後編のタイトルでビデオ化されている。10代の少年である二郎丸を当時25歳の中村金之助が演じているなど、劇中の設定年齢よりも演じている役者の人年齢が大きく上回っている役どころが目立つ。テレビドラマ版は1968年1月7日から同年8月25日まで TBS 系列局で 海の二郎丸と題して放送。松竹と朝日放送の共同制作。ダイハツ工業の一社提供。全34話。主演は中村光輝ストーリーは悪党に、先導の父を連れ去られ、母を亡くした二郎丸が、愛犬、太郎と共に、父の行方を追って、堺、琉球、南海の孤島と冒険の旅を続けるというもの。 本作の放送と並行して、正二俊夫による漫画家作品が月刊し、少年画報に1968年2月号から同年7月号まで連載された。すすめ、二郎丸は倉出し版、熱中時代劇ベストに収録されている。また、朝日ソノラマによるカワーバージョン、海の二郎丸と鬼屋社のブルースは、朝日ソノラマ主題歌コレクション4と、 アニソン100に収録されている海のジローマルに関するカテゴリー。ありがとうございます。